ポール・ガーナー・マホームは、アメリカ合衆国ミシシッピ州、グリーンウッド出身のプロ野球選手。左投げ左だ。発音としては、ミリアンペアワーホールムなので、マホーラムのが近い。選手名官によっては、マホーラムで掲載されているものもある。2000年の MLB ドラフトで、ミネソタツインズから17巡目指名されたが、 契約せず、ミシシッピ州立大学へ進学。2003年の MLB ドラフトで、ピッツバーグパイレーツから一巡目指名され、7月9日に契約。A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズで8試合に登板し、2勝1敗、防御率1.83だった。2004年は、A 級リンチバーグ・ヒルキャッツで8試合に登板し、1勝3敗、防御率1.84だった。 7月からは、ルーキー級、ガルフコーストリーグパイレーツでプレー3試合に登板後、8月に、A 級、ヒッコリークローナツへ昇格し、1試合に登板した。2005年は、A 級アルトゥーナカーブで開幕を迎え、16試合に、登板。6勝2敗、防御率3.20だった。7月には、フューチャーズゲームに選出され、 トリプル A 級インディアナポリス・インディアンスへ昇格。6試合に登板し、1勝1敗、防御率3.52だった。8月27日にパイレーツとメジャー契約を結び、8月30日のミルウォーキーブルワーズ戦で先発起用されメジャーデビュー。8回を4アンダム失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。この年は6試合に登板し、3勝1敗。 防御率2.18だった。2006年2月24日にパイレーツと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。この年は先発ローテ3番手として30試合に登板し、8勝10敗、防御率4.76だった。2007年3月7日にパイレーツと1年契約に合意。4月24日のヒューストンアストロズ戦では、メジャー初完封を記録した。 この年は29試合に登板し、自身初の2桁勝利となる10勝を挙げたが、チーム最多の15敗を喫し、防御率は5.02だった。2008年3月10日に、パイレーツと1年契約に合意。この年は9勝に終わり、2年連続の2桁勝利は、ならなかったが、登板した全31試合で5回以上を投げ、投球回は200の大台を上回った。 チーム防御率が5.46とリーグワーストとなるなど投手陣が総崩れとなったが急成長したマホームに対しジョンラッセル監督はポールはうちの投手陣で最も成長しているよ。グラウンドだけでなく私生活から先発ごとに準備をしているのも素晴らしいと絶賛した。2009年1月30日に総額1450万ドルの3年契約を結んだ。 この年は31試合に登板し、8勝9敗、防御率4.44だった。2010年は、チーム最多の32試合に先発し、9勝15敗、防御率5.10だった。2011年は、例年通り先発ローテーションに定着していたが、8月19日に、左肩の故障で15日間の故障者リスト入りし、9月6日に60日間の、 故障者リストへ移動した。この年は26試合に登板したが、6勝にとどまり、防御率は3.66だった。複数年契約を結んだ2009年からの3年間は、合計で89試合に登板したが、23勝38敗と大きく負け越し、防御率は4.43と期待を大きく裏切ったため、オフの10月31日に2012年の球団オプションを発揮され、 FA となった。2012年1月10日にシカゴカブスと475万ドルの1年契約を結んだ。開幕後は21試合に登板し、9勝6敗、防御率3.74だった。2012年7月31日にアローディス、ビスカイの J チャップマンとのトレードでリード・ジョンソンと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。移籍後は11試合に登板し、 4勝5敗、防御率3.54だった。この年は5年ぶりに2桁勝利となる、自己最多の13勝を挙げた。オフの10月30日に2013年650万ドルの球団オプションが行使された。2013年は開幕後20試合に登板していたが、7月22日に左手首の故障で15日間の故障者リスト入りした。8月22日復帰。 この年は26試合に登板し、10勝11敗、防御率4.41だった。オフの10月31日に FA となった。2014年2月8日にロサンゼルスドジャースと150万ドル、出来高の1年契約に合意した。開幕後は先発として登板していたが、ドジャースには、クレイトン・カーショー、ザック、グレイン・キー、ダン・ヘレン、ジョシュ・ベケット、 リューケンブリーとリーグス氏の先発陣を用していたため、5月からリリーフに転向。しかし8月2日に、右の前十字陣体断裂で15日間の故障者リスト入りし、8月4日に60日間の故障者リストへ移動した。そのままシーズンを終えた。オフに契約満了で FA となった。2015年2月1日にシンシティレッツとマイナー契約を結んだ。 3月30日に解雇となる。ありがとうございます。